難関試合を目指す人に向けて、これはマジでおすすめっていう参考書3教科分紹介します。一軍参考書としてほんまに自分の力になってもらったなっていうものを抜粋しました。これらはもうこの時期から入っていく仕上げとしてのものが多くて基礎編ではありません。ただ最終はこのレベルをこなすようになるんやっていう目安として聞いてもらえたらなと思います。まず日本史編としては、超長い間使って本当に繰り返して大好きになった、お世話になった参考書が実力をつける日本史100題です。これも何回も紹介してるんですけど、基本レベルの問題集1冊終えたらひたすらこれをやり込んで完璧にすることを強くおすすめします。もちろんこれが全て完璧になったら総計レベルの知識をね全部詰め込められるかって言ったらそうじゃないと思うんですよ。ただそうやとしてもこれに出てきたやつは全部覚えてる方がいいと思います。基本レベルから網羅してくれてるし、最後ら辺は時代ごとでもなくてテーマ誌とかあとは資料問題もあったから広くしっかり知識を定着させることができます。もうほんまに良かったから、また詳しい使い方動画を出そうかなみたいな、どうしようかなっていう、そういう感じです。おすすめです。お次はもう言わずと知れた答申から出てる一問一答です。これは最後の確認役として優れすぎなんですよ。こんなにさらっと知識を確認できるなんて強すぎる。これは志望校によってはメリットにもデメリットにもなるんやけど、ほんまにマニアックなところまで載ってます。そこまで覚えやんでいいやろってやつももちろんあんねんけど、まあ早慶目指しててそこら辺の問題集も完璧とかそのレベルやねんやったら、どんどんその一問一答に載ってる細かい知識から詰め込んで定着させていったらいいと思います。今回紹介した実力をつけるシリーズと一問一答シリーズは両方世界史もあるので、世界史の人にもこの2つは超おすすめです。まあ本当はなんか資料集もめちゃくちゃやり込んだし使い込んだから、まあ紹介したいんだけど、それは学校で配られたやつだから、まあ参考書とはちょっとちゃうよな。割愛。次、国語で一つ目は、現代文のキーワード読解です。これを早い段階でやることはおすすめしないんですけど、ある程度読み方を掴んでから、もうワンステップ上に行きたいよっていう人に本当におすすめの参考書です。これはめちゃくちゃ最近に使い方を紹介した動画があるので、ぜひ見てください。神的な参考書すぎて、一本の動画でみっちりメリットと構成まで紹介してます。もう一つが、早稲田の国語です。早稲田大学全体で、まあ、実際に過去に出題された問題が載ってる感じやねんけど、大学全体のレベル感とか、傾向や癖が少しずつ分かっていった気がします。どんな感じで出題されるのかとか、現代文も答えも載ってるし、古文と漢文の融合問題とかも載ってて、あ、こんな感じで出てくるんかっていうことが分かるからいいと思います。これを一回やってから自分の行きたい学部の過去問にどんどん入っていったので、まあワンクッション置いたのが良かったなと思います。いや、ほんまは現代文と格闘するとかもな、まああれをやって一皮向けたと思うんやけど、もうそれはな、一軍この参考書大好き愛してるっていう感じではなかったよな。割愛。この私の参考書に対する好きとか嫌いとかの考え方やねんけど、なんとなくレイアウトが好きとか配色が好きとかでお気に入りの参考書認定するのも全然いいと思うね。人によってはそれがきっかけでその参考書をやり込むことにつながるんやったら、動機は何でもいいと思います。私の場合はいいくらいに難しくて、これをやったら絶対に合格に近づくんやろなっていう実感ができるような参考書が本当に大好きでした。今回紹介したものもまあほんまに難しかったん。でもそれをどんどんできるようになるまでやり込むことによって力がつくって信じることができてん。まあ、それで、ね、その後に実際に過去問に挑戦したら、その参考書をやる前とは比べ物にならへんぐらいできるようになってたのね。知らない間に実力がついてたんですよ。まあ、これほんまにびっくりするし、めっちゃ嬉しいし、マジかってなるねんな。で、その経験を一足先に味わったので、こうやってシェアしてます。もうほんまに大好きな参考書です。ありがとう、もう早稲田に連れてってくれて。という感じで英語も紹介していきます。まず一つ目は、私がもう大好きなポレポレ英文読解プロセス50です。これは一文が長すぎて意味が全然取れないとか、どこまでが一区切りなのかもわからんような英文に出会った時に、それを読めるようになる練習です。めちゃくちゃレベルの高い短文、中文が50台載ってるので、読めない英文はなくなるなという印象です。めちゃくちゃ難しいけど薄くてやりがいがあります。何回も音読を繰り返して自分のものにできるまでやり込んだし、終わってからも1ヶ月くらいは毎日一周音読するっていうのを心がけてました。まあ、やっていきながら楽しかったし、ほんまに好きでした。これに関しては詳しいやり方解説動画はこちらです。最後は英語長文ポラリス3というこちらの参考書になります。これは長文の問題集で最後の最後に使ったものです。そもそも私は長文の参考書はやっておきたい700とこのポラリスさんしかがっつりはやってないんですけど、私はやっておきたいシリーズよりもこっちのポラリスの方が断然良かったなって思います。700の方も難しかったけど、このポラリスさんの方が上かなと思いますね。だけどこれを攻略したら大きく前進しました。過去問にひたすら入っていく前の1個前の参考書として使ってたんやけど、こいつとしっかり向き合ったことがほんまに良かったやなって思います。700の方ももちろん音読したんやけど、こっちの方がもっと読み込みました。音声ダウンロードできたからそれを聞きながらもう音読繰り返したし、聞き込んだし、内容覚えられるくらい自分のものにできるくらいやってました。12題って厳選されてて、そんなに数をこなせる問題集ではないんですけど、早慶目指す人にとっては本当におすすめです。私は1冊の参考書が終わるごとにありがとうって言ってました。近いうちにポラリス紹介動画も出そうかなって思ってます。質問や自分にとっての一軍参考書はこれだよっていうのがある方はコメント欄で教えてください。それではまた次の動画もお楽しみに。さよなら。シュー。